皆さんこんばんは、村上浩一です。第2回になりました。村上浩一とラグビーを語ろう、これから始めたいと思います。こちらはですね、大阪府豊中市、阪急宝塚線の曽根駅近くにあるラグビークラブハウス98です。まだねオープンしたばっかりなんですけれども、夜はこのバーになってまして、昼間はカフェなんですね。で、食べるものはね、この缶詰なんですよね。で、ちょっとおすすめで一つ、この間食べたばっかりですけども、この鯛めしめちゃくちゃ美味しいです。ミスター乾燥のこれ超おすすめなんで、僕は今日これも食べたいと思います。あとね、いろいろな缶詰がありますので、ぜひいらっしゃって召し上がっていただければと思います。で、昼間はねカフェなんかやってるんですけれども、後々いろいろこう内容もちょっと紹介していきますけれども、今日のゲストを紹介したいと思います。元日本代表の森保さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどうぞ。失礼します。はい、ということで、今ライブで配信してますので、コメントとかどんどん入れていただければ、そのコメントの質問にも答えたりしながら進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森谷さんは、はい、今の肩書きは何、はいはい、肩書きまあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、一番メインというか今やらせていただいているのは、RDO という、うん、肩書きで、まあ、リージョナルデベロップメントオフィサーという肩書きを、はい、持っております。まあ、直訳すると地域普及担当。それ日本ラグビー協会の RDO。 あ、はい、あ、そうですね、はいはい、日本ラグビーフットボール協会の RDO という肩書きで、はい、活動しています。それ以外にも別のお仕事もされているということですね。そうですね、はい、はい。まあ、その RDO の子たちと後でねじっくりお伺いするとして、ちょっと森谷さん、元日本代表のセンターだったわけですけれども、ラグビー始めたのはいつなんですか。はい、まあ、記憶はないんですけど、はい、3歳に始めたと、まあ、親から聞いてます。はい、それはどこで。その当時仙台に住んでまして、はい、なので仙台ラグビースクールでラグビーを始めました。あ、はい、それはでもちょっと森谷さんのプロフィールには入ってないですね。そうですね、僕自身もあまり記憶がないので、はい、あまり言ったことないですね。あ、はい、そうなんだ、はい、でも結局八尾ラグビースクール、大阪の、じゃあそれはこう引っ越されたんですか。はい、あ、そうですね、親の都合で大阪の方に引っ越してきて、で、まあ、八尾ラグビースクールで、まあ、本格的に始めたというか、まあのが八尾ラグビースクールですね。で、もう高校は京都の花園高校ですよね。はい、あ、そうです、はい。これはどういうこと。これも引っ越しをしまして、小学校5年生の時に大阪から京都の方に引っ越して、まあ、小学校6年生まではずっと八尾ラグビースクール通ってたんですけど、なので、まあ、京都に引っ越したので、京都でどこに行こうかっていうところで、まあ、花園高校に。当時も強かった。当時ですね、僕が入る前に京都の、準優勝ですかね、決勝戦までは行ってたチームです、ね。あ、伏見工業が強くて。あ、そうです。伏見と花園が、まあ、決勝で当たるみたいなのが大体それぐらいの、はいはいはい、あれですよね、要するにこうスクールウォーズの元になった話の、はいはい、その花園高校を超えるために伏見工業頑張ってるみたいな、ちょっと一つ前の世代よね。あ、そうです、はい、はい。まあ、スクールウォーズの、生んだのが花園高校ですかね。ですよね。はい、そう、花園がなかったら伏見工業もそこをライバルとしてこういかないとね、はい、ストーリーはできなかったんですけど、はい、でそこから立命館大学なんですね。はい、これなんか誰か同期とか、はい、一緒にやった選手ってどんな選手なの。同期はですね、今例えば早稲田で監督、あ、すいません、間違えました。立命館ですね、はい、はい、立命館同期は、あ、別にいいですよ、他のところの同期でも。そうですね、立命館の同期は今ちょっと出した早稲田で今コーチしている中谷とか。ああ、ヤマハにいたね。そうですね、一緒に、はい、ヤマハに行ったの、その時に、富岡、はい、富岡浩二さん、はい、富岡浩二、富ですね、富、はい、中谷で、もう一人柿本っていう、まあ、4人いたんですけど、はい、4人がヤマハに行った同期ですね。はい、で富岡さんはじゃあ立命でも一緒。一緒ですね、はい、なるほど、はい、
なんとなく皆さん時代が同期とはいえ同期ではないんですけど同期です、ね、何ですかそれどういうこと大学では先輩なんですね、はい、入社が同期です。ああそういうことなんですね、はい、なるほどまあそれラグビーはね、はい、まあまあでもラグビーも昔はすごい条件が激しかったけど今はね、はい、そうですね一つや二つほとんど友達みたいな感じですよね。まあの人もいますね、はいそうなんそれでまあ、ヤマハに入られてその後はホンダ行ってリコー行ってキヤノン行ってという、はい、いろんなチームに行かれたんですね。はい、そうですね。その時、まあ、そこまで移籍ってあんまりなかったかなと、うん、今は結構いろんなチームに行ってると思うんですけど、はい、そう、まあ、僕もあの移籍をしたくてしたわけではないですけど、うん、あのいろんなチームにできたっていうのは僕の財産になってますね今。はい、いろんなレベルでできたっていうのもあります。いろんなレベルでもできました、うん、あのそれこそこれ多分すごく珍しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、当時でいうトップリーグ、うん、今リーグワンですけど、うん、トップリーグでもプレーしましたし、うん、まあ、トップイーストでもプレーしました、うん、でトップウエストでもプレーをしてます、うん、でそれぞれのチームでトップリーグに昇格もしましたし降格も経験してます。あ、降格したのはどこ？降格したのは降格も、ホンダヒート、ホンダヒートの時に降格をしました。昇格と降格両方です、ね、あ、だからトップリーグっていうのが一つ上にあってその下にトップイーストトップウエストトップ九州があったんですよね。あ、そうですね昔は、はい、そこでそのトップ九州だけちょっとトップ九州キャップだけ持ってない。あ、すごいなそれは確かにトップリーグとトップウエストトップイースト。キャノンはその時どうだったんですか？最初はトップイーストですね。あ、はい、じゃあキャノンイーグルスがイーストから上がるとこ。あ、そうです。ちょうど強化始まって3年か、3年目ぐらいですかねに加入させていただいて、でその年に、まあ、昇格できたっていう。へえ。ちょうどあの、クラブハウスができた年ですね。おお。町田のすごい本当にこうイーグルスがこれが強くなっていくところの最初のところにいたんです、ね、あ、そうです、はい。これこんだけいろいろチームいるとどこの OB っていうふうな言い方、はい、それが難しいです。一応どうしてるんですか？いや、どうこれ一番強いところにするんじゃない今の今一番強いところにした方が。いやそんなことはなくてあのどこの OB っていう言い方はもうしてないですね。あ、はい、でも今はもう強くなったからキヤノンイーグルス強くしたのは俺やぐらいの、うん、あのそうですね、土台を作ったのはって言いたいですけどそこははい、あの言いません言えません。うーん、はい、ずっとセンター、ね、はい、そうですね、ずっとセンター。はいはいはい、そうなんですよね。で日本代表ではデビューしたのがいつでしたっけ？2006年だったと思います。はい、はい、ちょうどなので社会、まあ2年目の時ですね。相手はどこ？相手はトンガです。トンガ代表です。パシフィックネーションズとかですか？あ、そうです、はい。その時って日本代表のキャプテンは誰やったかとか覚えてます？キャプテンは6年誰でしたっけ？2007年の時は三内さんやったからね。2003年から2007年三内さんがずっとキャプテンなんやけど、はいはい、その試合に出てたかどうか分からへんもんね。違う人が。三内さんは出られてなかったですね、その時。そうするとね、大体代行するのはね、大野銀ちゃんとかね。大野さんだったかもしれないですね、はい。ああ、このお店は98っていうのは、はい、大野金ちゃんの98キャップなんですけど、はい、なんか大野さんとの思い出とかあります？そうですね、大野さんとのエピソード、あの僕自身あのお酒飲まないので。あ、それはきついな。飲まないとか飲めないので大野さんの話ってなると大体お酒の話出てきたりするじゃないですか、うん、だからそこでの絡みは本当になくて、ただ僕があの代表に初めて、まあ、練習とかあの参加させていただいた時に、うん、すごくあのまんまですね、本当に優しくあの喋りかけていただいたっていう記憶があります。やっぱ僕あの人と喋るのすごく苦手だし、はい、緊張しいなんで、はい、代表行ってもこんな感じだったんですよでも大野さんはあの喋りかけてくださいました、はい、でも一応仲良かったの誰か言いました？その時の日本代表で仲良かったの。代表の時ですか？あの日本代表の時によく喋った選手とか、無口な森谷さんでもよく喋った選手、ね、あのよく喋っていただいた大西さん、大西翔太郎さんとか、お、はいはいはい、ですねポジションも近かったし。あ、そうかそうか、はい、センターだしね、はい、
で日本代表でなんかこうすごい印象的な試合とか、はい、記憶に、まあ、やっぱりあの日本代表、まあ、ファーストキャップのそのトンガ戦っていうのは、うん、あのすごく印象深いのはあるんですけど、うんうんまあ、実はその前に、うん、その日本代表にこう選ばれる1個前 の, その日本選抜って言ったか A 代表って言ったかちょっとあの記憶ないんですけど、うんはい、の試合がすごく印象に残ってます、うんうんうんまあ、っていうのもやっぱりその中から日本代表が選ばれるっていう中で、うんうんまあ、競い合ってる中でなかなかチャンスがこう巡ってこなくてですね、うんまあ、その試合で決めるみたいなことあった中で僕ちょっとリザーブスタートだったんですね、うん、その試合でよかったら選ばれるよっていう試合そうですね最後の試合で、はい、でその時僕、リザーブスタートで、うんまあ、後半になったらどんどん入れ替わっていくわけですよ、うんうんまあ、選手が、うん、でどんどんどんこうわーって出ていくんですけど最後まで僕はベンチにこう残ってたんですね、うん、で残り本当にもう10分切っていよいよ出れずに終わるんじゃないかっていう本当に残り 7,8 分だったと思うんですけどでようやくあの行けと言われて 出たんですねで本当に良かったんですけどファーストタッチで、まあこうまあ、ゲインがすごくできて、うんうん、でそれがトライにつながってで勝利につながる多分そのトライで勝利になったかなと思うんですけど、はいはい、その時相手は、その時はあのジョージアっていう、まあ、あの当時はグルジアですねそうですねグルジア、はいはい、ですねの試合ですねでその試合の後、そのままそこに出てたメンバーの、まあ、何名かがそのまま日本代表に合流していった、はい、合流するっていう試合でしたそれエリサルドさんあそうですはいあそうです、ねはい、フランス人のね、はい、ヘッドコーチの時代がありましたけれども、はい、あそうなんですねで7キャップですねはい、はい、ですねそのエリサルドジャパンの時に5キャップいただいて、うん、その後の JK、まあ、ジョン・カーワンの時に2キャップですかね、はいはい、あの98の前でそんなことは言えないですけどいやいや7あのね1の人も多いからいやいやこれね、1とか2の人も多いし日本代表になっててもキャップが取れない人いるのでキャップ取ってるかどうかって結構でかいですよね、うん、はいありがたいことにあのキャップは取れましたそれも全然違うんですよキャップは取っててはいいっていうでその日本代表をまあ日本代表というかそのチームいろんなチームまたられて引退されたのが2014年はい2014年ですねで現在その RDO っていうちょっとさっきね、はい、お話あったんですけどRDO って実際にはどんな活動をされているんですか？そうですね、まあ、本当にこれ多岐にわたるんですけどすごく、まあ、分かりやすく言えば、まあ、ラグビー、を知ってもらう活動の一環として例えば小学校にあの、まあ、出前授業みたいなのをやったりとか、うんまあ、あの地域の、まあ、イベントでラグビー体験会を開いたりとか、うんまあ、そういう分かりやすい、ものだったり、うん、まあこれもちょっと、あんまり関係してない人ってなかなか難しいんですが、各地域の協会の方と、うんまあ、あのどういうふうな活動をされてるかっていうのを、まあ、お話ししていただいたりとかで、まあ、一緒にじゃあこうしていくのがいいんじゃないかっていう、まあ、日本協会が持ってる、まあ、ノウハウだったりを、うんまあ、一緒にこう並走、まあ、伴走していくっていうような活動だったりですかね、うんまあ、ちょっとすごくそれでも抽象的なんですけど、まあ、その中学行ったり高校行ったりもあるんですか？あ、はい、もう年代はあの特に普及って言ったら、まあ、やっぱ小学、まあ、小さい子ってイメージがあると思うんですけど、うんまあ、そこは全然あの特になくて、うんまあ、本当に小さい年代から成人まで、うん、あの成人というかもう本当にシルバー世代って言っていいか分かんないですけど、うん、今日本協会でもちょっとやろうとしてるのがシルバー世代のウォーキングラグビーだったりとか、まあ、そういうところまで、まあ、全年代を、はいまあ、ターゲットというかじゃあその不惑の40歳以上の人たちのラグビーのところも行ってウォーキングラグビーちょっと指導したりとかみたいなもあるんですか？指導というか、まあ、ウォーキングラグビー、まあ、本当にリターンプレイヤー あの獲得というかっていうことをやろうとかもしてますね。だからとにかく思いっきり競技する人ばかりじゃなくて、はいまあ、ラグビーちょっとでも携わってくれる人を増やしていくっていう、ね、ことなんですね。はい、まあ、小さい子で言うとタグラグビーもそうだと思うんですね、はい、あのタグラグビーってあの内部的な話すると競技登録はしてない子が多いので、うんうん、小学生でやっててもそうです、ね、ラグビー協会に登録してないですよね、はい、登録してない。でもそこもラグビー普及のやっぱ一環なので、うんまあ、そこもあのやっていくっていうのがあの日本協会としての、 あの、まあ、あの
方向、そうか、だから競技と者登録では今減ってきてるけど、実際その楕円球に触れてる子は結構増えてきてるっていう、はい、そうですね、はい、ことなんですね、はい。この RDO って何人ぐらいいるんですか？今ですね、まあ、4人だけしかいないですね。4人、日本全国で4人、日本全国って言い方ですけど日本全国で4人、つまり日本ラグビー協会が有給で雇ってる RDO が4人しかいないということですね。そうです。で、森谷さんはどれぐらい担当してるんですか？僕は、まあ、いわゆる関西エリアを担当してるんですね、うんうん、で関西といえば、まあ、近畿を想像されると思うんですけど、うん、ラグビー協会って、まあ、関東関西九州の3支部制なので、うんうん、関西支部っていうのは、まあ、東は静岡から西は山口まで22府県あるですね。でそこを担当してます。そこを担当して、はい、その要望があったら行って、あ、そうですね、はい。なので、まあ、やっぱり週末、まあ、イベントとか、まあ、そういうのって週末が多いので、うん、まあ、その度に、まあ、四国行ったり北陸行ったり中国地方行ったりとかしてます。なんかその今 の, そのラグビー普及やってて、はい、各地のまあ現状違うと思うんですけど、はい、なんかこう今 の, そのラグビーをもうちょっと普及していくためになんか問題点やなとか思うとことか何かありますか？そう、まあ、あの全体、まあ、どんなスポーツもそうなんですけど、やっぱりあのやる場所が少ない、うん、とか指導者不足っていうのは、うん、まあまあ、ラグビーだけじゃないと思いますけど、うん、まあ、そういった課題はいろんなところで聞きますね。例えばそのもうラグビー部がない、はい、中学にラグビー部がないみたいな県ありますよね、はいはい、そういう、まあ、いくつか例えば香川県とかもそうかな、はい、そうですね、はい、あります、まあ、だからそういったところはスクール の, あの、中学部、まあ、いわゆるジュニアのところで、うん、まあ、活動する。でそれも、県内に例えば本当に1チームとか2チームしかないっていうところは、うん、3県合同とかであのやったりしてますね。まあ、例えば鳥取 と,、岡山、あそこなんですかね、島根、はい、島根、島根、そうですね、うん、そこの3県で合同でチーム作ったりとか、はいはい、そういうことをされてます。これその中学の競技人口を増やすのってすごい、まあ、まあ日本では課題だと思うんですけど、はい、要するにやる場所がないんだよね。あ、場所がない、環境がないですね、はい、環境が、はい、環境整備ができてないっていうのが現状ですね。今ほらあの部活をこうクラブ、地域のクラブにこう移行していこうみたいな話があるじゃないですか、はい、それはラグビーはどうですか？見ててどんな感じですか？そうですね、日本、まあ、政府というかスポーツ庁としてそういうふうにあのしていこうっていう話はあって、うん、でもちろんラグビーもそうなんですけど、どちらかというとラグビーはもうすでにやっているっていうのがあの現状かなと思います、うん。まあ、っていうのも、まあ、これはちょっとネガティブなんですけど、まあ、競技人口が少ない、チームが少ないっていう現状があるので、うん、どうしても部活だけじゃできないので、うんうん、まあ、必然的にこのスクールと一緒に、はい、まあ、活動しているっていうのがもうすでに行われているっていうのがあります。なので、まあ、本当にスポーツ、日本としてこうやりなさいってもしなったとしてもそんな困らないというか、すでにあの行われている、はい。いや僕もこの間あの京都でねやったあの主役は選手カップっていうのがあった中学生、はい、全部中学生のクラブチームなんですよね、はい、参加してたチームが、はい、要するにこのコロナ禍で結構部活が制限されて週3日しか練習できひんとか、はい、あるいはその3学年で練習しちゃダメみたいな学校があったりとかして、はいはい、厳しいですね。そうするともう作れないのでもうじゃあもうクラブチームでやろうみたいな、はい、ちょっとこうそっちの方がこれからニーズがあるというか、うん、そうですね、あるかもしれないですね、はい、ちなみにその RDO で他にどういう人がいるんですか？まあ、ちょっと有名どころだと名前らしいですかね。あの、トヨタ自動車、うん、ベルブリッツで活躍された難波さん、はいはい、難波秀樹さん、難波秀樹さんは今 RDO として一緒に活動してます。お、はい、まあ、ラグビーファンの、それな、まあ、それこそ大野さんとかと同年代って言ったらあれですけど、ちょっと上ぐらい、ちょっと上ですね。大野さんよりはちょっと上ですけど、あの代表 とか一緒に2003年のワールドカップで活躍したもんね彼は、はいはい、それはど、難波さんとの関係があるんでしょうか？いや、あの現役の時は、まあ、ポジション一緒というか、あのトイメンとかでプレーというか、あの試合は何回もやったりはしていましたね。まあ、僕一方的になんですけど、大学生の時にそれこそ日本代表で活躍されてて、うん、まあ、トヨタ自動車でプレーされてた難波さんと対戦する機会があって、はいはい、
まあ、それが初めて多分体触れ合ったコンタクトだったと思うんですけど、南波さんはトヨタにいて、こちらは立命館、僕は立命館大学で、はいはい、忘れもしない北見合宿で、合宿でやったんだ、はい、合宿であの胸を貸していただいたっていうのがあって、はい、あのすごくこれは僕の中の自慢なんですけど、おうおう、その当時代表でディフェンスで活躍されてた南波さんを、うん、まあ、当時100キロ近くあった僕が100キロ近くあったんですけど、あのまあアタックにはすごく自信が、アタックというか当たることに自信が、コンタクトに、コンタクトに、はいはいはい、あって、南波さんを吹っ飛ばしたというのが出会いですそれ覚えてた本人、それを、まあ、僕はもうずっと忘れないですけど、うん、もうずっとそれはあの頭にあるけど、まあ、あんま言わないですけど、うん、それをその RDO であの初めて日本協会、あの秩父の宮、あそこにある、会った時に南波さんから言ってきてくださって、あの時あの俺やられたよねみたいな、あ、覚えてくれてたんだと思って、はい、それやっぱり大学生にやられたみたいな、ちょっとあったでしょうね、どうなんですかね、はい、その時の気持ちは言ってなかったですけど、はい、覚えてくださってましたいや絶対負けず嫌いだから、はい、その RDO っていうのは今なんか募集中なんですね。あ、そうなんですよ、ちょうど今日ですね、今日3月1日、今日本日 の日本協会のホームページで募集をして、うん、公募してます。公募してるから誰でも、あ、はい、誰でも応募できる資格、まあ、資格というかあの特に条件がないので、あのやりたいなと思った方はあの応募してもらえたらと思います。それはあれかな、例えばその仕事しながら土日だけ行くとかでもありなんですかね。はい、あのいろんな条件があって、まあ、あのフルタイムで職員として、うん、まあ、採用というかされる方もいらっしゃいますし、うん、まあ、それこそ業務委託というか、うん、その空いてる時間でやるっていう方もいらっしゃるので、うん、そこはあの何ですかね、お互いの、あの日本協、例えばですけど、まあ、日本協会とその応募された方との話し合いになると思います、うん、まあ、これじゃないといけないというのは特にないですね。それは競技経験がないといけないとか、はい、そういうのある、なんか、あ、もちろん あるに越したことはないと思うんですよね、あのラグビー分かってる方がいいと思うので、うんうん、ただでもあのそのレベルもそうですし、うん、あの最悪って言ったらですけど、別になくても問題ないです。あ、はい、だからまあその普及のノウハウさえそうですね、あればいいわけですね、はい、じゃあぜひぜひ皆さん、ね、我こそはという方は、はい、別にもう今4人しかいないわけだから、はい、どんどん増やしていかないといけないわけです。そうです、僕の22府県のうち何件か持っていってもらって一人で22府県で無理やもんね、はい、あの正直なので、僕が2年前の5月に RDO に就任してから、はい、行けてない県はあります。ああ、直接あの足を運べてないところはまだありますね。 RDO ってあの海外でもあってね、そのね、はい、普及をラグビー協会がそういう人を雇ってる、まあ、はい、あるいはその契約して各地にね、あ、そうですね、普及に行くんですよね、はい、これ日本でもこれが発達すれば、まあ、ラグビー部がないようなところでも行って、はい、ラグビー教室やったりとかね、はい、っていうことですよね。はい、そうです。ありがとうございます。でこれあの RDO 今やってらっしゃいますけど、なんかその他でなんかラグビーで今後ちょっとやってみたいこととかって何かあります？ラグビーでやりたいことですか、うん、そうですね、あのこれもでも RDO の、 あの一つではあると思うんですけど、はい、やっぱりいろんな、まあ、各地でいろんなお話聞いたり、その普及の本当の現場回っていく中で感じていることで、うん、まあ、女子ラグビーの方っていうのは、はい、今競技人口5000500人ぐらいなんですけど、だいたい、うん、まあ、数字ちょっとあれですけど、まあ、だいたい5000人ぐらい、はい、がだいたい全体の 5% ぐらいなんですね、うんうん、で、まあ、これも一緒でやりたいけど続ける場所がないっていうのが男子以上にやっぱり課題としてあるんです、ね、うんうん、なのでそこの、まあ、まあ、これも普及にはなってしまうんですけど、まあ、そこをなんとかできないかなっていうのは思ってます。あ、はい、女子ラグビーね、最近チームがちょこちょこ出てきてますけど、はい、でも全国にあるわけじゃないですもんね。あ、そうですね、はい、とかあるいはどっか企業に所属しないといけないとか、はい、もう男子以上にやっぱりあの環境がやっぱりまだで、やっぱり女子だけのチームっていうのは少ない、スクールとかもそうなんですけど、やっぱ少なくて、うん、男子に、ま、混ざってやってる、まあ、小学校まではそれでなんとかやってるんですけど、うんうんうん、やっぱ中学高校ってなった時に女子ラグビー部がなくて男子と一緒にやってる子もいるんですけど、うん、やっぱ体格差とかもやっぱ出てくるので、うんうんうん、
やっぱりそこ厳しいなっていうのは、うん、すごく感じるので、そこの、まあ、環境整備みたいなのができたらいいなと、できたらいいなというかしたいなとは思ってます。はい、あと今年はなんかワールドカップイヤーなんですけど、はい、すごく日本代表の試合っていうのはどうですか。まあ、OB としてはよく見てます。 OB という言い方あれですけど、 OB ですよ。はい、いや、もちろん代表戦は、はい、見てます。どうですか、その当時の日本代表と比べて今の日本代表。いや、もう正直レベルが違うかなと思ってます。今僕が入って、まあ、はい、もちろん入れないですけど入ったとしたらって考えると、うん、もう怖いですね。あ、すごくやっぱ上手いし、うん、まあ、フィジカルも多分すごく上がってますし、うんうんうん、ただ試合を見てて僕いつもあ、これもうちょっとこうしたらいいのになとか、うん、ここいけるやんって思ってしまう自分がいて、うん、それはいわゆる、プレイヤー時代は 思わないんですね。プレイヤーだと、まあ、そうは言ってもこうなるし無理だなとか、はい、やっぱりグラウンド目線で考えれたんですけ ど、 なるほど、今離れたからもうちょっとこうできるやんとか思ってしまうのは、もう本当に一般人、一般人って言ったんですけど、一般目線で見てるっていう普通のラグビー好きのおっさんなんて、はい、普通のラグビー好きとして見てしまってるなって思ってます。何やっとんねんみたいな、好き勝手なことを言ってます。そうですよね、はい、実際ほんまにあの中に入ってやったことある人って言えない、ね、言えないですよ、はい、言えないです。、はい、できないんですよ。できたらやってるしっていう。確かに、はい、いや、まあ、本当うまくなりましたよね。子供たちもうまいでしょ。いや、本当、いや、そうなんですよ。本当にうまいです。いや、本当に、ね、もうそれこそバックフリップパスなんて、うんうん、まあ、スキルとしても練習もしてますけど、うん、めちゃくちゃうまいです。子供が本当にそれをやるから。はい、現役時代やってました？バックフリップパス。いや、できなかった。やったことない。っぽいのをやってました。はい、そうですよね。はい、今本当だからいいものを見て育ってるから。はい、森谷さんも子供の時とかはあんまり海外の試合見られなかったですか？なかったですね。子供って言ってもどこ、まあ、そうですね、小学校とかの時はもうないですよね。ないです、はい、だここ20年ぐらいの話なんで、はい、海外のラグビーがいっぱい見れるようになったの、ね、だからやっぱ今20代の選手とかっていうのはちっちゃい時から見てるから。そうですね、うまいですよね。はい、上手です。はい、な、確かに。はい、ということで、なんかあ、またあっという間に時間が経ってコメント皆さん今日はくれへんな。ここに来てる人からがコメント入ってますけどね。今日は生配信と言いながらこうお客さんもちゃんといらっしゃいまして、この後皆さんで飲みますからね、はい、さあ、ということなんです。ちょっと告知もしないといけないんですけど、ですね、このラグビークラブハウス、まあ、これからいろんなイベントやっていくんですけど、3月8日の水曜日がこのクラブハウスのラガールデーということで、これは国際女性デーですよね、この日はね、うん、はい、なので女性だけ入店できるということになっております。はい、そして、その入ってきてくれたお客様全員に1000円分のプリペイドカードがこれですね配られるということ で、 でなおかつここに5000円チャージするとカクテルのミモザを1杯プレゼントということになってます。はい、で、この日ですね、実は、先日大野仁さんのこの98キャップを称える会があったんですけども、そこで記念品で贈られた大野さんの肖像画ですね、これがその日は飾られるということで、そこだけです、その日だけです。なのでぜひ、3月8日来ていただければと思います。それからこれ第2回の村上コーチラグビーを語ろうなんですけども、次は3月23日の木曜日に3回目やります。これは元日本代表の平尾剛さんが来ていただいて、で実際ここで観覧もできますので、ラグビーキッズのホームページから申し込んでいただければと思います。でライブ配信もしますのでぜひ見ていただければと思います。あともう一つ、正面健二のコーヒーマスターデー、正面さんのよく知ってね。はい、はい、正面さんがここに来てコーヒー入れてくれるという日が決まっております。3月3日の金曜日、3月17日の金曜日、3月27日の月曜日、3月31日の金曜日、お昼の12時から午後の5時までです。だから5時間ですね、5時間コーヒー入れてくれますので、これもぜひ来ていただければと思います。
あと先ほどちょっとご紹介しましたこのプリペイドカード、これは今あのこの YouTube ラグビースの YouTube それからインスタ、ツイッター全部フォローしていただいた中から抽選でこのプリペイドカードをプレゼントしてまして、ここに1000円から5000円入ったのをプレゼントしています。で応募の方法に関しては概要欄で出てます。 YouTube の概要欄を見ていただければと思います。僕はこれ一応1万円入れてますからね。1万円、はい、だから何やねんみたいな話ですけどもということで森谷さん何か言い残したことないですか。言い残したこと、あの、まあ、目の前にある缶詰どれ食べようかなっていうふうに。それや僕はさっきの鯛めしがめっちゃおすすめなんですけど、はい、鯛めしもいいですね。聞いてて食べたいなと思ってました、はい、ちょっと締めておきます。とりあえず今日はどうもありがとうございました。 はい、ありがとうございますこれにて第2回目終了したいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとこれ選んで、これ美味しいらしいです。グリルドチキン。おお、チキンいいですね。これ、はい、